皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日もですね、前回の続きでもあるんですけども、マタイの14章の28節29節をお読みしたいと思います。お読みします。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。アメン。イエス様が湖の上をですね歩いて、それを見た時、ペテロはですね、自分もそれをしたいと思ってイエス様に求めて、そしてですね、彼は歩いたわけなんですね。面白いなって思いました。このペテロが湖の上を歩くっていうことは、すごくこの状況で必要なことだったか、なければならないことだったかって思うと、別にそうではなかったと思うんですね。ペテロの興味、ペテロがそれをしたいっていう、そういう願いだったじゃないかなと思うんです。しかしイエス様は来なさいって言って、それを答えてくださった、そのことをできるようにしてくださったわけなんですね。私たちの神様は求めるときに答えてくださる。時にそれがですね、必ずしも神の御国の前進につながっていなかったとしても、この湖の上を歩いたってことはですね、後々に語られ、さまざまですね、本当に素晴らしい教えがここにあるわけですから、もちろん御国の拡大につながっていたわけなんですけども、たとえその時にですね、何かそれが絶対的に必要に思えなかったとしても、神様は答えてくださる、あ、優しい神様なんだなっていうことをここを見ても思わされたわけなんですね。ここにですね、他の弟子たちも共にいました。しかし歩いたのは、聖書に記してあるのはペテロだけだったんですね。なぜペテロが歩くことができたか、それは彼が、あ、自分もそれをしてみたい、そして求めたからなんですね。私たちもですね、何か躊躇して求めないゆえに受けていない、あ、このことになったらいいなって思ってるんだけど、心に留めてしまっていて、それゆえに得ないという領域もあるんじゃないかというふうに思わされるわけです。私たちはもっとですね、神様に対して求める、ね、そのようなお一人お一人とされていきたいと思うんですね。思った以上に神様は答えてくださる方かもしれません。あ、こんなこと求めていいだろうか、ね、もちろん答えられないこともあるでしょう。でも求めてみてください。私たちの神様はですね、私たちによくしてくださいたい、私たちに答えたい、そのように願っておられる方なんです。以前にも話したことがありますが、面白いことがありました。十数年前、聖書学校のですね、冬休みか何かに実家に帰ってた時、私は心からですね、こんなことを言ったんですね。別に祈りでも何でもない一言です。あ、神様、サーモンが食べたいです。そう言ったんですね。祈りでも何でもないです、ね、でも1時間もしないでですね、インターホンが鳴りました。宅急便が届いたんですね、スウェーデンから、ね、美味しいスモークサーモンが届いたんです、ね、ある人はこのことがたまたまだっていうかもしれないけど、私にとってはですね、神様に、神様に求めようと思って求めたわけじゃないけど、神様が私のこの小さな声を聞いてくださったなという、そういう経験だったわけなんですね。神様は私たちによくしてくださりたい方です。私たちはもっと求めて良いと思います、ね、もちろん答えられないこともあります。自分の欲のため、ね、神様が御心にかなわないこと、それを願った時は答えられないかもしれない。でも主に願うっていうこと、そういう中で私たちは人生を進めていく、それはですね、素晴らしいことと思うんですね。もっと神様に求めて答えていただく体験をする中で、主のリアル現実を経験していきたいと願います。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。主、私たちは求めます。あなたが私たちに働いてください。本当に良くしてくださいたいと思っている神様、ありがとうございます。もっとあなたを経験し続けることができるように助けてください。感謝し期待し愛するイエスキリストの御名でお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしてます。 God bless you.